あなたが輝く魔法のうついむち。時刻は六時を回りました。あなたが輝く魔法のうついむちの時間です。ご案内は伊礼のりことペチンサトル。 はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、ぬりこさん、今日から2月2日ですね。2月2日入りましたね。はい、はい、旭ぎですよ。旭山ぎ。はい、で旧暦では1月の5日ですね。5日になってますね。で6期では泰安吉日です。泰安今日とってもいい日なんです。そうなんですね。とてもいい日になってますので良かったです。はい、2月の初っ端からね、泰安ということですからね、非常に楽しみな月になりましたね。今日はとてもねいい日で、そうですね。なんかね。 この1週間、この1週間というか日曜日からですね、もうハッピーハッピー続きなんですね、実はこのビジネスの業界では、沖縄で2月と8月っていうのはね、非常に厳しい月なんですね、8月といわれてね、2月は逃げると言われてね、しかしそうじゃないですね、やっぱ大退吉期日ですから、まず皆さん、なせばなる、なさねばならぬ何事も。はい ならぬはなさぬなりけるということの2月はね、一番短い月ですよね。そうですねいえいえ、そうじゃないですか。で、ほら、30日とか31日まであるんだけれども、2月だけは2月28までということで、一番短いですね。の時には はい、29日までありますね。すねはい、はい、私、日曜日にですね、はい、あの、息子の、ね、ママ友の、ママ友のじゃないんですけども、はい、あの、息子の親友のですね、ウェディングに行ってきました。もう、最高でした,、ね、したね。はい、えー、っと、ヒアネ、はい、ヒアネハイトさんと,、うん、と仲間、ミナリさんミナリさん、おめでとうございます、うん。はい、おめでとうございます。とっても素晴らしい広ロですね。い,いでしたね。うん、あの、ななんと、600名の。はい、私、あの、はい、えーっ とね比嘉さんにねう、ええ、ちらナンバーワンも電話してようかなと思いましたけどね、うん、そうですねそれぐらい素晴らしくてねあの若い子からもう本当にね私たちの年齢まで幅広い方がですね,そうですね招待に結婚披露宴というのも、ええ、結婚披露宴授賞式みたいなねああなんかとても本当にね流走がねスタートのですね何ていうの、ね、入場のねあの 流がすごくお二人ともおにわいで私、は一つ感じたのがこの昼を寝ましていろいろな女性の方々、私が主役なのよというでをドレスコードが皆さん決まってましたね素敵でしたね誰も見ないのに私もネイルなんかしちゃったりしてごいうよね男の人とは全然違うなと思いまやはりマナー講師として目につくのが祝儀袋でした。 あ,あ、うん、そうですね。あの、やはりね、ちょっとね、うん、本来の日本の文化である祝儀袋がのしとね、あの、水引きがちょっとね,ねあの、ずれてるのもたくさんありましたので、はい、やはりね、はい、私の出番なのかなとかって思いました。そうですね。はいはい、じゃあそのあたりはね、またノルクさん、次のコーナーでね、いよろしくお願います、ね。はい、よろしくお願いいたします。はい、いますはい、この番組ではメッセージを募集しております。 メールアドレスは797アットマーク fm ギノワンロットコムまた fm ギノワンでは u ストリームで映像と音声をネット配信しております fm ギノワンのホームページからも見ることができますのでそちらもお楽しみくださいツイッターも連動していますのでたくさんツイートしてくださいねよろしくお願いいたしますはいこの番組は創業45年プジョークライスラジープの正規ディーラーマルキ株式会社の提供でお送りします ここで一曲お届けします。You're Only Lonely by J D. Souther。今度はちっちゃかった。はいはい、小さかったですね。ちょっとボリュームしたい調整します、うん。はいはい。今はいいけど、さっき。うん、うんうん えっと、音楽だけだったらいいんだけれども、はい、声の時のバック、うんはい、バックグラウンドっていうんですかちちでもちょっと大きいかもしれないです、はい、BGM で流れてる時がちょっと声がちっちゃく聞こえる今は大丈夫です髪、はい、<laughs> が乱れてる

さあ、それでは、えー、ニューストリーヌをご覧の、えー、方々にですね、今流しているのは、えー、JD サウザー。もう多分ね、2の人だったらすぐわ分かりますよね。ウエスト・コート・サウンドで、はい、そうです、イーグルス・ファミリーですね、イーグルス。えー、特にあの、この番組の最初に流してます、「Take It Easy」。これはですね、ジャクソン・ブラウンと、えー、グレン・フライの協調ですね。でその中に J.D. サウザーも入ってくるんですけどねやはり何か知らないけどカリフォルニアの風を感じるかなっていう感じですよねこのちょっとあの大敗的なところがね私は大好きなんですね大敗的なのが「アンニュー。これやっぱりあのウエストコーストさんのいいとこですよね、はい、しかしラブソングなんですよねそういう形で どうしましまた <laughs> 声が大きい <laughs> ちょっと声が大きかった、うん、そうなんですね JD サーザー大好きな Your OnlyLonely 実はこれ沖縄に来たんですよああそうなの、はい、えー、っとね30年ぐらい前にね沖縄に来てますね沖縄で、うん、えっと、ね、すごいですねそこでもライブしてますの、ね、で、えー、私の親友がそのライブに行って、えー、はい携帯,携帯でですね

ね、いい曲なんかユースリームのご覧の方々からねこの曲聴いたらもっといいんですけどね,そうね分からないんで、うん、ちょっと解説するのね,ね難しいなと思いですけどね、はい、引き続きあなた方はうち魔法のキムチお気持ち」楽しみください。

あなたが輝く魔法の疎いちをお送りしております。このコーナーは暮らしのマナーやお付き合いのマナー、そして家庭教育からプロトコールまでをお送りいたします。ご案内はイレイりリと、ペイチンサトル。ギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りいたします。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは797アットマーク FM ギノワン .com です。 はいよく言いましたね .com ねはいさてのりこさんこの番組は暮らしのマナーからお付き合いそしてプロトコールはいはい今日はテーマなんでしょうかねテーマの前ですねあららがまさいがわさんからメッセージいただいてますそうです先週寂しかったねうん本当ねのりこ先生ペイチン先生こんばんははいこんばんは今日もよろしくお願いいたしますはいこちらこそよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますこん。 にコインもいたたくさん頂いてますね。それからですね、今子嬢にミルクをあげながら聞いてますでね、長女ちゃんとね子嬢ちゃんのね写真がねあの見えるんですけどいいですね。あのあれのサイガーさん母乳あげてるんですか？それはないでしょ。はい。っていうことですね。はい。えっとですね、あの今日のテーマは家庭教育なんですけれども、ちょっと私のあの友人がですね、あの先ほどえっと。 私がですね、砂辺の足跡っていうのを、あの、以前にですね、マーガレット・パワー、はい、えーあー、役が、中野ひろ美さんっていう方のね、詩が、を読んだと思うんですけども、これがすごく良かったっていうことなので。のりこさん。はい。えー、うん。と、浜辺ではないんですか間違えました。<laughs> ですよね。はい。砂辺じゃなかっただから私。砂辺やっちゃったんでしたね。だから私、あ、<laughs> はいはい。最初はね、砂辺に行って、中野ひろ美さんが、<laughs> 砂辺、私の上の浜って、どこのことかな。失礼しま,ました。浜辺ですね。はい。うん。さすが。<laughs> やっぱりですね。はい、慰霊、はい、のりこですね。あの、やっぱりボケボケなんですけれども。浜辺の足跡っていう、あの、詩がですね。とても私も大好きなんですけれども。はい、中野ひろみさんが、役をしてます。それをまたですね。皆さんにお伝えしたいと思います。はい、お願いします。浜辺の足跡。ある日。 私は夢を見ました。浜辺を神と共に歩いている夢を、海の向こうの大空には私の今までの人生の光景がはっきりと映し出され、どの光景の前にも浜辺を歩いている神と私の二足の足跡がありました。最後の光景まで来たとき、振り返ってみるとところどころ、 足跡が一つしかないことに気づきました。そしてそれはいつも私が苦境に落ちて悲しみに打ちひ,ひしがれている時でした。私は勇気を出して神に尋ねました。いつも私のそばにいてくださると約束されたのに、どうして私を見放したのですか神は答えておっしゃいました。 私の大切な愛し子よ私は決してあなたのそばを離れたことがない。あなたが見た一つの足跡。それは苦しみや悲しみに傷ついたあなたをそーっと抱き上げ歩いた私の足跡なのだ。と、マーガレット・パワーズ、役中野広美。 はいっていうね絵本なんですけどもいいですね,とてもね,ね本当にうんあの素晴らしい内容ですね,ね皆さんそれぞれにですねしっかりあの、まあ、守護神がついてるよっていうお話なんですけどもねそうですね、うん、このやっぱりしっていうのがいいですねはいあのとてもあの勇気ね支えられてるんだっていうことを考えるとねはいあ<の>そうですねはいいろんな やっぱり人生って試されることがたくさんありますよね。ずっとなんか試されてる、うん、いるからですね。ことも楽しいこともね。はい、それを含めて人生ですね。うん、はい。だからあのー、そういう時にね、あやっぱり苦境にた、ね、立たされる時もあるかもしれないけど、あのこのね浜辺の足跡っていうのをね思い出していただければいいなと思います。そうですね。はい、えー、アラ,ラガマサイガーさんがですね。 俺も茶ンのスノ目と思ったって <laughs> <laughs>、はい。はい、そうです。ごめんなさいね。失礼しました。私もね、ずっとそう思ってましたよ。はい、<laughs> はい、あの、浜辺の足跡っていうね、あの、マーガレット・パワーズさんが書いて、はい、それを私の大好きな中野博美さんがですね、あの、翻訳をしてます。 っていうことですね、はい。翻訳で訳をしていますね。そうですね。はい、そしてやっぱうん、うん、荒長間サイガーさん素晴らしい感性ですね。はいうん、あれ私と同じように思ったということですね。はいはい。みんなそう思ったかもしれないですね。はい、はい。ということでえー、っとですね今日はですね、はい、あの子育てのちょっと話をっていうことであのこのコーナーでは家庭教育のコーナーもあるよっていうことで最近ね、はい、あのまあマナーのお話をずっとしてきて ましたので、また家庭教育のお話をさせていただければと思っています。で、私はですね。あの現在、あの家庭教育アカデミー沖縄で、うん、家庭教育アドバイザーコンサルトもしています。うん、でえっとまあ。それは私のですね。東京におります。光月マリア先生、私の師なんですけども、あの先生からですね。家庭教育のお話。 も伝授ししていたただきましたそれからですねやっぱりね「プロトコール」というすごくあのせ世界の,、ね、の共通マナーもですね上月マリア先生から伝授していただいたんですけども、あのー、この本なんですけども、うん、私の大切な、えー、これですね、あのーはい、本ですねこの中から少しずつですねまた皆さんにもあのお伝えできればと思っています。 特にねねねさん真っ最中でねそうですす、ね、かじゃあしつけって何だろうっていうことでこの間もお話ししたんですけどもとてもあの先生が書いてる本は何ていうんだろう何ていうふうに落ちるっていうかあ本当にしつけこれを見にあの分かれば、えー、しつけもあこういうことをすればいいんだなっていうことを がふに落ちると思うので、ちょっとですね、少しずつですね、皆さんにあの提供するためにあの読んでいきたいと思います。かつて、日本のどの家庭でも親が子に伝えてきたことがあります。自然への感謝、命の尊さやありがたさ、日本の長い歴史や文化、行事に込められた先人の思いなどです。 それらは、日々の生活の中で、教わるともなく教わってきた、心の教育と言えるでしょう。はい。自然への感謝、命の尊さやありがたさ、日本の長い歴史や文化、行事に込められた先人の思い。これが、えー、心の教育、ということですね。はい。その教えは、一つ、また一つと、子供の心に宿り、 その子の中にある思いやりの心や自立し、自立する力として育まれていきました。この自立し、自立するっていうのは、自立っていうのはあの自分の足で立つっていうことと自分を律するっていう自立です。両方ですね。その力が育まれてきました。そのような 教育の循環が社会全体にあった時代のことです。これはど、どの時代かというと、昭和初期の頃だそうです。はい、あ,昭和初期あ,あもう戦前ですね。はい。第二次世界大戦前ですね。はい。ところが、新しい時代を生きる今、お母様の中には子育ての指針が見つからず、自分流のしつけをされ、将来人に迷惑をかけるような大人にならないだろうか、と、 不安を抱く方もいいらっしゃいますお母様方は皆不安を抱きながらも子どもの幸せを願ってやめないのですそして子どももまた自分を幸せにし他人も幸せにする力を持っていますこことてもキーワードですよ子どももまた自分を幸せにし他の人も幸せにする力を持っていると、はい、いうことなんですね子どもはね だからこそすぐにでもお子さんの1年後10年後一生見据えた姿を想像ししつけの目標を書き留めてくださいっていうことなんですね。はい、だから目標っていかに大事なのかっていうところが今書かれています。でその上で能力ねこの子の能力それと心それから礼儀作法の あの礼儀作法っていうのは堅苦しいものではなくって日本の文化のことですね。の目標を立てその力を引き伸ばす取り組みをやってくださいっていうことなんですね。だからあの実は私の,あのカリキュラムの中にはしつけシートっていうあのものがあります。それに書き留めるのと書き留めないのではあの方向性が変わってきますよっていうことなんですね。えー ちょっとよしいちょっと前に戻ってもらえますか。はい。かなり今いろんな内容が入ってますのでね。これぐらいにとどめておいてですね。一つ一つ紐解いていきましょう。そうですね。まず紐解いていきましたね。まずこれはあの沖縄ではどんなことをしてたかですね。自然への感謝。はい。命の尊ちありがたさ。 沖縄の長い歴史や文化行事、うん、これはもう沖縄は特に教えていると思いますねの今のですね自然への感謝、はい、命の尊さやありがたさ日本の長い歴史や文化っていうところはですね実は日本の文化で言うと浸透にあたるところです、はいはい、もうあた当たり前にですね地域で受け継がれたことですよね、うん、私たちは、えー、と農耕民族ですのでやはり自然から、えー 命をいいただいてますね、はい、あのお米とか野菜とかっていうでそういうことを全て含めてやはりあの人の命をいただいて生かしていただきますってことで命の尊さやありがたさ、はい、で、えー、とやはり先人がいたから私たちがいますよねっていうことで日本の長い歴史や文化行事に込められた思いね。はい、これはもう、うん、神道なんですけども それをもっともっともっと沖縄はですねあのもっと先からやっていたってことで古神道と言いますでそんな中で今も根強く残ってるものがありますよねありますよねありますね代表的なものはまずはえっと九本がありますよね九本そ牛盆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 牛耳牛盆そして盆牛盆り盆すねで盆牛行事でいろんな行事がありますこれはとにかくはい。 えー、豊作例えばえー、っと馬地などはたくさんありますねこれも豊作を祈願するものもそうですけど五節句ですね五節句地域のね右眼所に行ってやはり五穀豊穣をお祈りしますよねそういうことがありますよね。 うん、ご先祖を敬う。はい。で、そして自然への感謝も出てくると思いますね。はいうん、その前に、はい。いつもやっていることがあると思います。ありますね。はい。一日十五日に、は一日十五日に、はいえー、お茶と日う、はいはい。ひ、え、ぬ、ー、か、えひぬかにね、あのやはり家族の健康やあのまあね、安全とかっていうのをね、はい、お願いしてますよね。ありますね。なんかすごいんですよ。これってあの月のね、えー、あのなんていう新月と 満月,ね、満月に1日と旧暦ですよね、はい、やっているっていうことは本当に自然をですねあの生活に取り込んでるっていうその文化が沖縄はずっと残ってるってことですよね残ってるねだからこれが本当に、えー、とかつて日本のどの家庭でもっていうところは日本沖縄は今でもありますよ自然への感謝がありますよってことですよねありますね、うん、で本当に命の尊ささやありがたさ っていうことが日本沖縄はもっと根強く残ってますよっていうことなんですよ。ね。特にあの、うん、この命の尊さに関してはですね、はいはい、やっぱりうちなの句に、えー、言葉がありますよね。ぬちずたから。はい、で、そしてもう一つ、うん、イチャリバ長で、はい、イチャリバ長でというのはもう本当に素晴らしいと思いますよ。うんうん、そうですね。まあそういうことがえっ、ー、とまあ最近ね戦後やはり沖縄特にああのなんていう。 アメリカの占領下に置かれて外国の文化がたくさん入ってきて合理的になってでまたあの、えー、成長期を、ね、あの迎えて日本という国がです、ね、でいろいろ、ね、あのものがたくさんあってでも現在はやはり共働きじゃないとなかなか生活ができないという風になってますよね。はい、そうです、ねうん、だからそんな中であの 以前でしたら親から子へ子から孫へっていうことで自然の中で自然っていうかねあの生活の中で伝えられたことがたくさんあったんだけれどもでも今は共働きになっててなかなか親と子が向き合う時間が少なくなってきたっていうのが現実なんですよなんか今の話、うん、ちょっとそれますけどうん、うん、今の朝のテレビ小説でべっぴん、うん、さんがまさしくその欄書ってきましたね。 修、ね、業をして、ね、お仕事でちょっと子供が寂しい思いをしていてちょうど反抗期に入っているってことでですね正常な状態ですよね。だけどお母さんって一生懸命ですよねだからそれに気づかないっていうのもあるんですよね、はい、でここがですね、はい、私言いたかったのはですね教育には、うん、え地域。 体育、はいえー、特育、はいで。特育っていうのが、えー、心の教育ですね。はい、そこですよね。はい、心の教育。だから、本来は、親から子へっていうか、この家庭の中で、あの、そういう心の教育っていうのが、心の教育してるよ、心の教育してるよって言わなくても、自然の中で、あの、なんて育まれたことだった。だけど、はい、現代は、もう、あの、なんて言うんだろう。 共働きになってて、昔は農業だったのであの、農作業しながらも子育てしながら、いろんな、なんていう、ね、あの、会話も多くなって、はい、あの伝えていたことがたくさんあったんです。ね。<laughs> そういうのが昭和初期だったんだよっていうことですね。そうですねで。だけれども、今、新しい時代ね、あの、やっぱり、いろいろ、世の中が便利になってきましたよね。で、そんな中で、あの、ちょっと、子育ての指針が、 な、なんかこう、ぶれてしまって、どういうふうに子育てしていいかわからないっていうお母様方がね、たくさんいるよっていうことを書いているんですよ。素晴らしいですね。はい、で、あのー、前からよく話するんだけど、しつけで、あ、しつけじゃなくて、あの、子育ての悩みで何が一番、 多いですかあ、まあ、アンケート取ったところ、やっぱりしつけっていうのが一番多いんですね。今国のあのアンケートでですね。だからそれを、今一つ、あの、しつけを、えー、ちょっとあの、見直そうじゃないんですけども、あの、楽にしつけができるよっていうことが、今このしつけシートの本なんですね。私の教科書にでもなってるんですけども。で、それは何かというと、本当に、えっ、ー、と、簡単に言えば、子供の目標を、 立てましょう。夫婦で、この子が、えー、5年後、10年後、20年後、30年後、どういうふうに生きていけるの一人で自立して、自立するためにはどうしたらいいのってことで、おぎゃーって生まれた瞬間に、子育てシートに乗っ取った目標を立てればいいことなんだよっていうことなんですああ、すごいですね、うん。本当にとっても簡単なことなんですよ、実は。はい。でもこれは、とても大切なのは、えー、夫婦で、 やはりね、夫、お互い、夫婦だったので、子供が生まれますよね。一人では子供は産めないんですよ。はい、もちろんね、その後ね、離婚する方もいますけれども、とりあえず、もし、まあ、健全であれば、夫婦が一つの家庭にいらっしゃると思うので、生まれるときに、あの、なんて言うんですか、この子をどういうふうに育てていこうかっていうふうに話し合った方がいいんですね。 だけどね、私もそうでしたけど、そんなのを考えずに子供を3名産んで、まあ、まあ、一生懸命育てましたけれども、あの、まあ、漠然とした目標はあったけれども、まあ、なんとなく育てた。だけど私は保育士だったので、そのようなことをしていたんですよ。あの、 こういうしつけシートは書かなかったんだけど、0から8歳、とても一生懸命向き合ったんですね。これどういうことかというと、えー、無償の愛ですよ。うん。きっと皆さんも無償の愛で育ててるとは思うんだけれども、プラス、あの、なんて言うんですか、目標を立てると子育てが楽になりますよってことなんですね。で、これは、えー、っと、 ななんんとただなんですよ別にお金がかかることではないんですね目標を立てるっていうのはそうですね、うん、それを多くのお母様方に伝えていきたいなっていうこ,、ね、これはもう何歳からのあれですかこのしつけシートというのはえっともうゼロから生まれた瞬間からしつけシートをあのこう 夫婦で話し合ってあのなんていう冷蔵庫とかそういうとこに貼っておくとあの子育てがぶれないということですよなんかいいですねうん、うん、この子育ては、えー、はい、はいしし、えー、しつけシートはい、はい、これは私の、えー、と市である光月マリア先生が考案したものなんですねうん。で先生はそれをあの元にしてご自分の子育てをなさってそれで立派な お子様に成長しております。ということ、それを、ええ、のりこさんも、皆さんに。セミナーまで、でちそう、そうなんですよ。私は、もう、あの、その資格を得ているので。あの、先生と同じようなことを、お伝えできますよってことで。今年度はですね、そういう家庭教育の、講座も持つ予定です。今準備してます。ああ、いいですね。この、タイムリーな、はい、それから、あららがまさいがさんが、夫婦で子供に対する目標。 話し合いが必要。メモ、メモしてるってことですね。そうなんですよ。あららがまさいがわさん。えっ、ー、とね、今ね、お二人のね、お子さんがいらっしゃるので、あの、まあえー、一人一人の目標を立ててあげるといいですね。どういうふうな感じで、あの、この子たちを育てようかなっていうことで、あの、目標を立てると、あの、育てやすいですね。で、なんだけども、ただ目標を立てるんじゃなくて、やはり、あの、この子たちね、みんなのね、あの、小さい子の、まあ、 脳の仕組みとか、はい、そういうことを学ばなきゃいけないですよってことですね、はい、じゃあの,のり子さんも続きはまた来週あるんですかね,、うんはい、すねありますよ来週ありますかはい,はい、はいはい、じゃあ来週またこの続きですねはい,い,あ,りいありがとうございますありがとうございますじゃあここで一旦 CM 入ります、はい あなたが輝く魔法のうつい道をおお送りりしております。ハイサイラジオ CM セールグスーヨーチューガナビラアシシジガフーデービルペイチンサトルノスルティアシバナカタティアシバナシマクトバの時間ナトイビン東西チューマタアシマクトバチカティウなやかちたびんしえびるレキシマナンディマジューハナヤチュウタビンシェービルサイニヘイデービタン このコーナーではラジオをお聞きの皆様と一緒にしまくとばを学ぶコーナーです皆さん一緒に楽しみながら学んでいきましょうご案内はペイチン悟ると入れのりこギノワヒルズ通りにあります fm ギノワンのスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りいたしますはいはいのりさん。はい、はい、今日はですねうん、うん、ちょっとあの琉球のですね a、はいえー 琉球開脈からですねちょっと春天王道まで行きたいんですけどその前にですねその前段階としてやはり典子さんもルーツがですね首里氏族なんですねあなたはね幼児という幼児山内上植方昇心という方が始祖になってますねそうなんですどういう方ですか中国からですね山桃を持ってきた方なんですよでその方は庄 荘園王とチャタンノロ、はい、との間にできた子です。本来はねノロさんってあの子供をつ持っちゃいけないって言われてるんですけどもあのやはり能力があったので王様はたくさんの子孫をですねいい子孫を残したいっていうことであのたくさんの後継者を作ってます。 うん、でその中の、えー、茶炭のろとの間にできたのが山内親方昇進で、えー、と中国に渡ってあの山桃ねこんなこお,いおいしい山桃がありますね、はい、それを持ってきてあの山桃をですね山内に普及させています,です、ね、今もねたくさんたくさん山桃がですねあの、えー、茶炭中学校通りの街路樹、ま、も山桃です実は。はい

紀子さんはえ旧,姓がねえ旧姓が山田,山田その前が喜納でしたかす、はい、長南原がですね山内次南原が石原、うん、三南原が高江、うん、で四南原が長堂でしたかねうん、うんで。そして名乗り頭がこの「火二つの小」でこれがつくこれが名乗り頭。 でこれが、はい、これがあの士族のですね、証ということで。はい、名字は変わってきますけど、この名乗り頭が一緒であれば、一文ということですね。そうですね。で、そして皆さん、琉球王朝時代第二少子の、三代目の正真王と。山内江方正真は、異母兄弟。ということになるわけですね。はい。でも、これって、文献に載っていますか。載ってますよ。ああ、そうでしたか。はいはい。で、そして、もう一方おりますよ。有名なのが。はい。 アダニア若町、中古宿若町とも有名ですね。組踊いで終身金入りのあの美男子の。はい。この中古宿、和努やな中古宿若町ルヤユルのあの若町ですね。はいはい。はい。若町は昭憲王とアダニアノロとの間にできた子ですね。うんね、アダニアノロ。はい。で皆さんあのこのアダニアっていうところはのりこさん、はい。ちょっと説明するとなると。 ええー、いつも行く。あの中,中華料理のお店があるんですよ。すごく安くて美味しい、はい、パンダ食堂の,の。はい、後ろ側にですね。公園があるんですね。あの若松公園っていうところがあって、すごく大きいです。ここあの競技場にもなっていて。で、あの、もちろん、ええー、わ、ええー、若松、あ、若松。 若松公園ですよ。若松公園なんだけども、あだに田ぐしくですね。あのなんていうですか、おさお墓がありますよね。ありますよ。はい。あの上の方にね。若松の墓もあります。若松の墓があるんだけれども、でもまた別なお墓もあるんですよ。ここに。そうですね。これはまた追ってね、いろいろ歴史を説明しますからね。ペチンさんに関係あるお墓なんですけれども。そうですね。そしてこの中ぐしく若松、だに家若松はですね、はい。 実は小信王が王様になってやっぱり首里に上っていくわけですね。あ若松も。はい若松は「小氏の秋」と書いて「立つに早い」とかねこれ「小氏の思想」になります。「小氏の思想」ですね。名乗り頭が正しいという正しいというのは名乗り頭ですね。でこの小氏の人たちの系統はですね美男美女がということに言われてますね。 引退してからは、えー、あだ名具宿に戻って。いってます戻っていったんですね、はいで。お母様と一緒に住んで、ね。そうですね。で、そこで、ね、はい、墓もですから、うんうん、やはり。自分の生まれ育った、この若松、あだ名具宿ね、うん。はい。あだ名の若松ということで、向こうに若松ちゃんと眠っているていうことですね。今、あららが正栄さんから、はい、お二人さん、先祖がすごいんです。すごい人ですね。俺も。 先祖を調べたくなってきましたって、はい。実はそういうことでこのコーナーを持ってるんですよ、はいうんうん。そうなんですよ。アララガマサイガーさんはね宮出身ということで調べやすいんじゃないですかね。はい、そうですね。もう例えば、ね、苗字とねうん、うん、そして、えー、名乗りがしがあればねわかりやすいですよね。はい、ねアララガマサイガーさんあのこちら FM ぎのわんにお越しいただければペイチンさんが そうですね。日もくことができるんじゃないかなと思ってます。よちょっと時間かかるかもしれませんけどね。うんうん。ぜひぜひ。やはりね、いつの日か、自分のルーツって調べたくなりますよね。自分ってこの世にどういうふうにして生まれたのかって、今、目先じゃなくてずっと上ね。そうなんですね。なんかロマンがあっていいですね。で、今、私が話してるこのルーツのシソの話ですけども、実はこれはですね、1650年。1650年。 えー、これは琉球王朝時代で言いますとあの小室王の時に有名なあの羽地長守、はい、羽地鳥永方長州ね小条兼といいます。彼が1650年に中山生還と返還しますね。中山生還中山政関、はい、をね返還、うん、しますね。でそれからその中山生還の中琉球の曙ノからですね、うんえー、グスク時代からすべ、えー、て 編纂するわけですね。で、それから、え、千六百八十年代になってきますと、系図座が、せ、推移されて。千六百八十年ぐらいにしか、実は琉球の系図、ができてないんですね。はい。で、先ほど話した。新王の時代。って千五百年代。です千五百年。はい。ですから、実際に系図が、で、できるまでに、見てください。二百年近くは、入ってるわけですね。ですから、ちょっといろいろとね。 っっ変がわてていいるうねその時に実は侍から農家に機能した方々はもしかすると経図がないかもしれないいろんなことがありますんでね一概にはね龍器の歴史を調べるとみんな種族になると思います。ちょっとペッチンさんいいですか今ですね綾パパさんっていう方なんですけどもはじめまして今月半ばに札幌から沖縄に行きます。 日の入りの時間教えていただけますかってことなんですけれども、はい、いつの、ね、日の入りですかねえと今月の半ばなので、えー、と7時10分ぐらいだと思います今がですね7時20分ぐらいなので,あで少し早くなると思うので、はい、7時ぐらいからスタンバイするとあの素晴らしい朝日が拝めるかなと思いますね。あねあの例えばですね書店に行っ で例えば、どうですかね、えーと、北海道です、札幌からだから、沖縄の琉球語読みとかっていう、やっぱりそれをじゃなくて、今、ネットで教えてってことなので、でねはい、大体7時、ね、10分ぐらいから20分の間と考えていただければいいかなと思いますね。そうですねということは、6時半ぐらいからもスタンバイしておけばいいってことですかね。<laughs> ちょっと早いいですね時ぐらいからうっすらかう 水平線からこう上がっていくのは日の入りっていうのはだいたい70分から20分の間だと思います。毎日見てるのでこの日の入りというのが、えー、あがいティーだと言いますね。はじ、い、めましては北海道のあ、ね、やパパさんからですね。ねいい初おさパパさん、はい はい。<ん>よろしくお願いいたします。ね。はい、いはい。ありがとうございます。ただ、日の出じゃなくて、日の入りですって。あ、日の出じゃなくて、日の入り。はい。とっともっと早いんじゃん、そうですね。やはり、あのペーチーさんが言ったように、はい、6時半ごろ。ぐらいから、なんとなく明るくなっていますね。はい、あ、ごめんなさいね。あの、日の出じゃなくて、日の入り。えー、6時半。 うん、六時四十五分ぐらいですかね。ねこのようにまたね、うんえー、寄っていると調べられると思います、ねはい。で、荒川正一がさんがですね、でも曇りが多いかもしれないですね。さすがですね。そうなんですよ。あの、えっ、ー、と水平線から結構あの雲がですね、こうなんていう、厚いんですけども、でも二日に一遍ぐらいは本当にですね、見えます。あ、すごいですね。はい、東海岸にいるんですね、紀子さんは。あ、そうですね。ちょっと歩けばね、あの東。 シ海岸が見えるところにいて朝のウォーキングをしてますからね。はい、紀子さんははい。ごめんなさいねペイチンさんのお話をちょっとね削ぎてしまいました。は子さんは太平洋を眼下に見渡すところに住んでおりますね。あのはい毎日楽しいですよウォーキング。はい、じゃまずはじえっと1650年琉中山盛館ね。琉球海百というのちょっと勉強しましょうね。はい、はいこれあの えー、シュリーオウフが編集した最初の歴史書ですねこれは羽,羽地長州さんが編さんしたんです編さん編さんそのー、まあ口伝えで編集したということは聞き語りから全てデータマンも使って本人がアンカーマンになってですね、うん、データマンを使って各地方に聞き語りをするわけですよ、うん、主になってねリーダーになって、はい、あのアンカーになってね中山中山 歴史書です、はい、歴史書はい編纂するということですね、はい、歴史書、はい、これはもうとにかくあの,あのノンフィクションと同じようにですね、はいえー、アンカーになって中ああ話収がデータマンを使ってはいはい、えー、皆さんにね、はい、あの収集をしてそうですあのまとめたということですね。 でこの中山生還の中にはですね、歴史のごめんなさい、あや、はい、パパさんがですね、すいません、日の入りは夕方に太陽が沈むことですって、ごめんなさい、朝日じゃなくて夕日のことなんですね、失礼しました。日の出、日の入りね、は,い、あ<ー>あはい、失礼しましたあの、はい、夕方に太陽が沈むことですって、ごめんなさい、ね、サンセットのことね、はいはい、日の出日の入り、日の出のこと。 <laughs> あえー、とですね、今日のです、ね、日の入りはです、ね、ああの6時、PM6 時18分あ、12分ぐらいだ,そうだったそうです。ごめんんななささいいいいいいねねね夕方6時10 10分ぐらら前後だそううでですすすすパ,パさん失礼いたしししまままよろくおお願セットということこはもう西海岸になりりどちらにおはか そういう形の琉球開脈はですね1650年に歴史のあけ物からですね神話を書き起こしたもんですねでこれにはどんなことが書かれてるかちょっとちょっとだけ触り言いましょうね天帝の命を受けた尼御空尼御空汁水中尼御空という神がですね下界に降りて島々を作りましたねそこに天帝の子 男女の髪を住まわせました。ね、なんで二人かというと。やっぱり二人じ子供ができませんね。はい、二人の間から、三男次女。五人兄弟がね、生まれました。長男はですね。国語の始めとなります。天孫子と表しました。はいはい。ね、天孫子ね。天孫子をと言いますね。で、次男はあじ。グスク時代に活躍したあじですね。アンジですね。三男が百姓の子孫になります。 ね、長女は大君要するにこう国の、えー、祭事を司る大君ですね、うん、で次女はノロになっていきますね、はい、これがすごいでそして天孫氏はですね25代続きますあすごいですね一万七1八7802年も続きます 1>, 1万、はい、1> じゃあかなり長かったんですねはい、えー、1>, <ー>1代大体780年が続きますからねでこれ大昔のことなのでね生命伝わってますねはい、はい これ伝説に近いですよねこれを「天孫師王道」といいますね、はい、もちろん歴史書なので、えー、日本の神話などを参考にまとめられていますね「日本書紀」うんねそういった形のものになりますんでね。はいねまあ、やっぱり神様が そうですねアノミックシルミックねはいこれが25代17802年ということは17000年前と言いますとあの港川源氏が発見されたということはそれもね結構関連があるかなと思ってで続きはまた来週ということでねでですねあやパぱぱさんからですねお時間取っていただきありがとうございます西海岸に泊まるので楽しみにしております本当ねサンセットとっても綺麗だと思いますので沖縄をエンジなさってくださいね楽しみにしてくださいねはいまたこのラジオを聞いてください はいじゃあまたこのコーナーは、はいえー、来週お楽しみくださいねはい、はい、ここで一曲お届けします Glory of Love by Peter Cetera そうだよね日の入り日ので日の入りだもんね <laughs> ああおかしいあいいねこの曲ね、うん 違う趣旨のツイートが来ると止まっちゃうすごいですね北海道の方も聞いてるんですね <laughs>、はい、やっぱり沖縄に関心がある方がそうですね県外,、うん、県外から聞くのが多いです、うん、すごいですね北海道か沖縄に <coughs> ちょうどいい時期にいらっしゃるかな ここ右後ろ右抜けてるな。インフォメーションどうかどうですかこれしかないまインフォメーションね二、うんね、月の二月のこと話しましょうね<ん>あの家庭教育アカデミー沖縄の行事行事というか二月の 言うてそうそうそう、どの。うん。うん。いいよ、もう、あの。うん。五十四分まで。うん。八分で話していい。八 <laughs> 分ぐら使っていい。うんうん。これ、これね。 どうだ、さっきひさらぎの意味言わかったよね,ねあじゃあそれも言いましょう、ねね 時刻は六時四十九分を終わりました。あなたが輝く魔法の啄木鳥をお送りしております。はい、さて、第1週目はインフォメーションのラン。はい、そうですね。はい、の,もうのりこさんのね、セミナー案内ね。はいうん、そうですね。はい、ありましたら、どうぞ。紹介して。今日からね、2月1日っていうことで。きさらぎ。 っていう月ですよね。とてもあの響きですね。キサラギって。えっとペチンさんキサラギの意味わかりますか。キサラギ。うん、なんかとて鳥がなんかサイズっていくとか。はい。そんなイメージ。そんなイメージがしますね。えっ、ー、と湯波ねえさんはキサラギのイメージ。キサラギっていうあの女に口って書いてキサラギって読みます。でこれは2月の和わめなんですね。うん。なんかわかんないですか。 はいはい。あの、2月って、実は一番寒いんですよね。そうですね。寒いですね,ね。日本人は着物を着ていたんですよね、以前はね。はい、で、それで、沖縄もね。あの、実は、あの、これはどういう意味かというと、あの、寒さで、さらに衣を着て重ねるっていう、重ねて着るっていうことで、あの、 重ねるさらさらにっていうことでキサラギっていうことになってますね。<木>うん。で一番日本にあ二月は一番寒いって言われていてなんだけれども冷やしあのまあ、伸びてきてますよね。はい、あの日の入りもえっ、ー、と、はい、ねだんだんなんていうんですか伸びてき ていますのであの春はすぐそこに来てるんですよ実は、はい、でだかそれとか梅の開花ねあの沖縄はもうこの間えー、とっと大たいというところでね梅が咲いたよっていう頼りがあってまた本土でもねあの今ちょうど梅の時期らしいんですねあ、こんな早いんですねうん、うん、梅っていうのはねで,ですからあの別名をですね光の春とか、えー、梅みずき、<水>それから、えー、もう雪がねあのまたちょっともう 終わ,終わるっって言ったらあれだけど雪消し月っても言われるそうです<ー>うん、うん、で沖縄は今どういう季節かというと、まあ、お花で言うとあの悲観桜がね寒碑桜がもう今ねあの満開満開ではないですね七分八分ぐらい咲いていますよね、うん、あの桜祭りが始まったってことでで本土だったらねあの あの、ソメイヨシノがですね、えー、4月ぐらい、3月の後半から4月に咲いていて、風が吹くとサラ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 って、ほら、あの、舞うじゃないですか。舞いますね。沖縄はね、雨が降るごとにね、はい、あの、花びらがポトンポトンって落ちていくっていうことなんですけどね。うん。先ほど、えっ、ー、と、話しましたけども、えー、2月はですね、あの、一番短い月っていうことで、でもね、あの、節分とか、 立春とかバレンタインデーがあってね、行事がまた多い月じゃないかなと思います。はい、そうですね。<laughs> で、えっ、ー、と、私の、えっ、ー、と、家庭教育アカデミーは、暮らしのマナーから家庭教育、ビジネスマナーからプロトコールまでを学べる、えー、人材育成スクールとして、今、あの、開校しているんですね。で、2月の予定なんですけども、あの、ね、今、喋ってますけれども、はい、あ毎週水曜日、 毎週水曜はい、FM ギノワン797 797ですね、はい、そうですよ、な、うんくるないさ、えー、あなたが輝く魔法のうついムチを、えー、6時から7時まで放送してますね、毎週、はい、うん。でそれから第2水曜日、2月8日、えー、PM1 時から3時30分ぐらいまで U いまるおもてなし講座をやります で、これはどういうことをするかというと、24節気と歳時期を学びます。テーマは上司の節句、放、えー、書してお日名様とお代様を作ります。っていうことですね。3月の失来にいかがでしょうかっていうことでね、あの、募集してますので、あの、学びたい方はどうぞ。それから、第2木曜日、沖縄タイムス、週刊本プラザに、えー うついむちの心でマナー美人にっていうのが掲載されますので、ぜひぜひ皆さんご覧になってください。えっ、ー、と、2月のテーマは、訪問のマナーです。はい、それから、2月10日の金曜日、PM6 時30分から、お付き合いのマナーレッスン、えー、観光総裁編、えー、テーマは、のしと水引きです。それからですね、2月13日、えー、ギノワン市の中学校で、受験対策マナーレッスン、 がありますす議論なんですかははいあ<ー>、はいあの、ちょっとね、連絡がありました。日程調整をしても、もう決定ですね。2月13日月曜日、それから2月24日金曜日、えー、北中城村立の幼稚園にて、えー、子育て講話、子育ての原点は無償の愛っていうのをテーマに、あのー、子育て講話を行いますので、北中城の方は、どうぞ、あのー、 聞きにいらしてください。幼稚園で予定してい中参加できるんですか。はいはい大丈夫ですね。ね丈保育参加らしいんですよ。その時ね。で、それなので幼稚園もね、小学校も隣同士なので。 ぜひ、ペーチンさんの会社も近くですので、そうですね、うん。見にいらしてください。はい、あと30秒ですよ、乗えそれから、はい、知ってるようで知らないビジネスマナー、随時生徒募集中です。それからですね、えっ、ー、と、現在ですね、2017年、えー、幼稚園、保育園、保育専門誌、月刊誌、ポットで、えっ、ー、と、私が、え年間出筆中です。 とということで家庭教育アカデミーのお問い合わせは090-9787-1451ホームページはコリ、えー、のインフォになってますのでぜひぜひ問い合わせしてください、はい、それからですね、はい、あの私の、えー、とブログ、慰霊典子の公式ブログにもご案内していますのでよろしければお願いします今ですねあのメッセージがありますあなたが輝く 大人のうついむち。はい、のりこ先生、ペイチン先生、こんばんは。あららがわ、んんさいがわさ、です。いつも、美しい放送ありがとうございます。あ、楽しい、ごめんなさい。う楽しい放送ありがとうございます。これからもためになる放送してください。たまにせん参加できない時がありますが、なるべくツイキャストから参加しますね。のりこ先生、ペイチン先生、また来週、楽しみにマッちョんどーはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。この番組は、創業45年。はい